気をつけろよ。ひなた。いや。危うく。あ、ほん。真鍋さん。うん。覚えてませんか。そうっすよね。本当。品田か。思い出してもらえて。身なりが変わってまって。バッターとしての品田が。うん。品田の連れだ。真鍋さん。仕事中。何の用だ。おいおい、15年ぶり。それともこいつに嗅ぎ回られたくないことでもあるのか。俺以上その言葉を口にするな。あからさまな脅しだな。宇野にき聞きたいこと言うのは。はい。でももちろん俺は野球賭博があったな。実際俺はサインと。ほんなら何が聞きたい。確認しておきたいんです。当時ワイバーンズの中心選手だったあなたの口から。話したるわ。だだ野球と誰からの指示か。だが勝敗を操作する。その指示に逆らった。だで俺たちは。そんな。あんたは一軍にたった一。はこん肉もや客に出される肉はよ。こういった食べれえぜ。手間暇かけて綺麗になった一部分を表に出すんだ。野球にだって表に出す必要もねえか。だでよ、知らんで。海は肉食うのに悲鳴上げて殺されていく牛の姿。知らんでええんだよ。裏俺にとってここまで知ってしまって。はい、真鍋さん、あんたはもう野球界離れてる。当時の野球賭博のこと、その黒幕は誰だったのか。思わんこともなかった。危険。実際はワイバーンズ八百長に耐えきれんかったんだろう。事故だで。俺もはや危険な目に遭っとるんじゃない。そう、まさか。もう帰れ。最後に一つ聞かせてください。危険だということは承知していたはずなのに。どう。結果的にお前が。だでお前には知る権利がある。俺が追放されて
野球賭博が終わった。さっきの質問がせやごだと言ったろ。あた自分で考えろ。これ以上首を突っ込むことが。店長、今日やっとらんの？おほほ。そうか、やはり野球賭博は行われていたのか。いてって八百長、答えは簡単だ。うちの野球賭博を仕切ってたヤクザ。ほほう、ついに息子に追いついたか。だけど結果的にそのヤクザも俺、いや、東条会と近江が去ってこの土地で極、そうか。あっ、得してるじゃん。誰がだよ。名古屋組だよ。確かに東条会と近江、東西、まさか野球賭博を利用してそのためのサイン。それが真相。品田、悪いことは言わない。名古屋組か。俺を名古屋組の組長と繋いでください。やめて。真鍋の言ってた通り。なんで高杉さん、名古屋組と。そうすりゃ俺は別に。高杉さんだけど、すまん。え？1年前にこの町に来てな、その名古屋組の名前を使えばみんな触れ、そん、実際んとこ名古屋組ってそれ謎だらけの組織なんだよ。じゃああんたなんかにビビることなかったってわけか。あんたとこらケツ持ちのいねえ金貸しなんだ、怖くねえよ。殴ってみる。こんなとこで喧嘩。とにかくこれではっきりしたんだ。もし名古屋組の組、高杉さんに借金は返せるし、だからその名古屋組ってのも、そこの組長ってのも。でもそれ以外道はない。でもどうやって探すんだよ。ん？ガス漏れてんぞ。誰だ？舐めやがって。
舐めやがって。舐めやがって。つもりだ。いや、そのなんでこんなこと。ほら、危ない。これひでえ。事故じゃない。え、あそこの屋上に人影が見えた。屋上って何も見えねえぞ。視力は 2.0、 動体視力にも。どんなやつだったんだよ。なんでこんなところに。誰なんだよ。ワイ・バーンズ・デッチ、酒井さん。酒井？どうしてお前が。酒井さん、あんたが殺したのか。答えろよ、酒井。ここじゃ人目につくでよ。中入る。酒井さん、説明してくれ。どういうことなんだ。元気にやっとらせるな。勝手だいうことは分かっとるけど、死ぬ。そんなもん持って許してほしいってどういうつもりですか。品だ。スラッガーにとって一番美しいプレーは何か。犠牲フライだがや、チームのために犠牲になる。自分が塁に出ることは絶対ないが、品だ、お前のことは絶対忘れせん。許したってちょう。後悔してももう遅いでよ。Yeah!
酒井さん、頼むから話してほしい。どうしてこんな真似を。たまたまあの時よ、おめえが一軍に昇格してきたことでよ、一軍の中でおめえだけが事情を知らせんちゅう都合のいい状況が生まれてまってよ。俺はな、品田、おめえには悪いことしたと思っとるが、おめえを犠牲にしてまったことを全然後悔しとらせん。犠牲？おう、おめえは名古屋のために犠牲になってまったんだわ。名古屋の犠牲って何なんだよ。どういう意味なんだよ。はっきり言ってくれ、酒井さん。そりゃあ、お、酒井さん、酒井さん、おい、ダメだ、死んでる。俺が名古屋の犠牲になったってどういうことなんだ。本当にいいんですか？もちろん、ボールはお客さんのもんですから。また明日も明後日も打てばいいだけの話っす。ホームランボールの1個や2個どうってことないっすよ。でも大丈夫ですって。ここだけの話なんですけど、俺自分で打った球とかをお客さんから譲ってもらって保存するようなやつ好きじゃないんすよ。なんかちっちゃいって思いません？ほら、あなたは俺のファン1号。そのボールが高い値で売れるよう俺もこれから頑張りますから。一応これも証拠品に回しとけ。は？品田達夫さんですね。ちいとお伺いしたいことがありますので、こちらへ。あ、え、ええ加減吐いたらどうなんだ。だからやってないもんはやってないんですって。っていうか、いい加減返してもらえませんか。明日から広島との A クラスをかけた試合もあるんで。じゃあこいつを見てもまだそんなこと言っとれるんかな。知っとる男なんだな。地元の後輩です。この写真の男がギガンツのキャッチャーのサインを盗むようあんたに頼まれたと証言したそうだ。写ってる男は確かに後輩だよ。でも金を渡してるのは俺じゃねえ。つうか、こんなのバカげてる。だいたいこの写真に写ってるのだって俺だって証拠はないじゃんか。こんないたずらを真に受けてる警察も警察だ。何やってんだよ。もうたくさんだ。こんなとこ監禁されてたら体がなまっちまう。帰らせてくれ。おめえは名古屋ワイバーンズの勝利に200万かけとったらしいだね。え？この写真の男がな、おめえが野球賭博に関与しとったとも証言しとるんだ。
何言ってんだあんた。野球賭博で儲けたくて金払ってサイン盗ませとったんだろう。そんなわけないでしょ。だいたい球種が分かってたからって簡単にホームランなんて打てねえ。少し考えれば分かることだろう。そう興奮するな品田。お宮の場合もはや社会的制裁を受け取るで。素直に認めれば起訴猶予ということも十分あり得るんだ。社会的制裁？俺が？何の話だ。聞いとるせんのか。おめえは野球協会から永久追放処分を受けたんだわ。永久追放？みーちゃん、どう？紹介した仕事は。ちゃんとお風呂で稼げばさ、借金返済、身も心もきれいになって出直せるってもんよ。ん？顎が痛い？そんなの当たり前だろうが。借金まみれの女が泣き言言ってんじゃねえよ。大体そんなこと言ってっから。お前な、終わり。こっちの話だよ。いいから文句言わないで働けよ。それじゃあ。どうした？今日仕事ってわけでもねえのにパソコンなんか使って何見てんだ？この15年間の沢田の投球データだよ。データ？なんだよこれ。プロのスコアラーが作ったみたいなやつじゃないか。ま、そこらのスコアラーのデータよりはマシだと思うけどね。どうしたんだよこれ。ワイバンドのやつからもらったのか。いや、まさかお前ずっと自分で配球データ作ってたわけじゃねえよな。やめられないんだよね。あれだけ野球を忘れたいって思ってんのにさ。お前これ沢田のやつだけじゃねえじゃねえか。12球団全一軍投手のデータだよ。コース、球種、スピード、逆球かどうか全部入ってる。なんでこんなもん。高杉さん、前に球種が分かっていてもホームランなんて打てないって話したじゃない。実はあれ半分本当で半分嘘なんだ。ん？プロの世界じゃ来た球を打ち返すってだけじゃ一流のバッターにはなれない。相手の配球を8割方分かった上でその球を打ち返す。そのうちどのくらいの確率で前に打球を飛ばせるかが一流と二流を分ける差となる。じゃあお前はあのホームラン狙って打ったっていうのか。ああ、あの時俺は知ってた。6球連続カーブの後ツーナッシングから沢田がストレートを投げてくるってね。で今さらこんなもん見て何しようってんだ。配球データの奥に名古屋組の正体が見えるとでも言うつもりか。いや、真鍋さんや酒井さんの言ってたことが本当かどうか確かめてたんだ。なんでそれ。真鍋さんは俺が球界を追放されたあの事件の後から八百長が亡くなったと言っていた。確かにデータを見る限りワイバーンズは15年前のあの試合を境に素人目にはわからないレベルだが、おかしな配球やおかしなベンチワークがきれいさっぱりなくなってる。そんなのデータだけでわかるのか。野球ってのは驚くくらい定石の塊のスポーツだからね。なるほどな。それだけじゃない。15年前の試合を境に
ワイバーンズはチーム編成も一変している。それまでの地元出身の選手を優先的に取る法人から外国人選手の獲得、トレードも積極的に行ってる。それじゃ酒井ってやつが言ってた話と逆じゃねえか。確かあいつはお前のことを名古屋を守るための犠牲者だと言ってたが、あれって名古屋出身の選手を守るって意味じゃなかったってのか。そうなんだよ。酒井さんの言っていた名古屋ってのはチームのことを言っていたわけじゃない。もっと大きな、例えばそう、この町全体に関わるような話なのかもしれない。町？金融庁か。俺も高杉さんもこの町の裏側を知っているようでいて、その実情は知らない。もしかしたら名古屋組を探るにはこれ以上球団関係者ばかり追いかけていても意味がないのかもしれないな。15年前あの事件がきっかけでこの町に何か変化起きたのか、それを探る必要があるってことか。ああ。誰かその辺の事情に明るい人間はいないのか。それならもってこいの人がいるよ。この町の顔役的な人がね。顔役？商店街会長をしてるダイニングバー牛島の店長、牛島さんだ。俺がこの辺に流れ着いた時からよくしてくれてる人でね。牛島さんならこの界隈の裏事情。さてと、じゃあ牛島さんの店に行ってみますか。マシな情報がつかめりゃいいがな。おう、なにこんな時間に。いや、今日は付け代払うまで。付け代は俺。ああ、あんたか。品田に金貸して。どういう風に聞いてるかしら。ま、俺としては。あ、なんだお前。もしかしてこれ。当然。で、聞きたい。名古屋界隈のことについてなんだけど。おお、珍しいな。あんたがそんなこと聞いてくるなんて。ちょっと仕事で風俗以外の記事を書かなくちゃならなくなってね。この辺りっていうのは15年前と比べて、例えばそう、あの名古屋組
なんだ？あんた、どうして？俺らは名古屋組に恩義を感じとるんだ。恩義って？15年前、本日町通りを境目に東城会、近江連合が裏じゃその今はこんな平和なのに？当時、まあ賭博の利権に限らず、ほんでもある事件がきっかけ、あれか。ま、俺はろくにスポーツも見せんから、事件の内容、その事件で野球賭博への警察の監視、東城会と近江連合と入れ替わりでこの辺を、この辺が名古屋組の極道には変わらんだろうが、それ以来高速不名誉な事件が起こった事実と引き換えに、名古屋のための犠牲、点と点が結ばれてきたな。あんた、名古屋組のボスと、あんたら何のためにそんなことを知ら、ボスが誰かなんて知らん。この町で商売する人間にとって、鳥山さんが誰に？分からんけど、男の一人はほっぺたに傷があった。今後を追って名古屋港の62番倉庫近くまで来とるんだけど。ミルクちゃん、高崎さん、俺ちょっと行ってくる。たぶよ、お前が行くっつんだったら俺も行くしかねえ。高杉さんじゃあ牛島さん、またあ、そうそう、このコーヒーはつけじゃなくていいよね。ちょっとちょっと、財布消えな。暇じゃないんだけど。Oh!
う殴らないで。ごめんなさい。うわっ。そういうとこまでかんわ。しっかり、しっかりして、宇野さん。俺が救急車呼ぶ。日向、お前は早く仲間のところへ行け。高杉さん、後で俺も行くから、それまで死ぬんじゃねえぞ。はい。ミルクちゃん、大丈夫か？ミルクちゃん、彼は、弟さんはどこに連れて行かれたの？たっちゃん、ごめんね。牛島さん、指令だ。品田を始末しろ。忠告に耳を貸さんかったあんたが悪いんだわ。牛島さん、危険な目に遭っとるぐらいの時に手を引いとってくれれば、こんなこと死んで済んだのに。名古屋組の実態探っとったんだろう。これが答えだわ。信じねえ。俺は信じねえからな。言い残したいことはあるか？15年付き合った仲だ。いいごんぐりゃ聞いてるわ。あんたら全員善人のくせに、無理して悪ぶったふりしてんじゃ。俺は勉強もできねえバカだけど、人の心を読むことはできる。あんたら全員俺に心から接してくれてたじゃねえかよ。あんたらがあんなことするなんて俺は信じねえ。街で俺が危ない目に遭ったのも、酒井さんの事故も、全部あんたらの仕業だってのか。お前ら全員名古屋組の人間だってのか。ほうだ。
名古屋組っていうのは我々一般市民で組織された組なんだわ。筋門と同じにされるのは心外だが、まあそういうことだ。牛島さん、あんた殺そうと思えばいつだって俺をやれたはずだ。でもそうしなかった。どうしてだよ。誰かに命令されたんだろ。あんたら仕方なく誰かの言いなりになってるだけなんだろ。誰なんだよそいつは。ミルク、はよやってまえ。何言っとるの。こういうのは男の仕事でしょう。俺は牛島さん。ええわ、俺がやる。何もたもたしとるんだ。早始末しんか。久保田さん。金鋭の町守るのに躊躇はいるんだ。生命保険もかけてねえ人間、勝手に殺すんじゃねえよ。おい、シャダ、逃げぞ。おれ、待て。
ちだ。こっちだ。早く。秘密を知ったやつには消えてもらう。Huh!
持ち帰れ。大丈夫か？宇野さんは？ああ、どうにか一命は取り留めた。よかった。まさか名古屋組ってのが一般人で構成された組だったとはな。俺たちはずっと監視されていたのか。道理で正体がわからないわけだ。だがあとはボスを突き止めりゃ俺たちの勝ちだ。
おい、どこ行く？この町を出て行く。出て行くってどこへ？どこか知らない町だよ。今度こそ誰も俺のことを知らない町に行くよ。何言ってんだよ。確信まではあと一歩なんだぞ。次は誰を疑えばいい？優しかった大家さんか、それともあんたか。もうたくさんだ。やっと見つけた自分の居場所だと思ったのに。ああ、借金ですか。それならどうぞ指を潰しちゃってくださいよ。またバットを握れる日が来るかもなんて淡い期待を持ってたけど、俺は最初から野球選手なんかじゃなかったんだ。ただ利用されただけのバカな駒なんだよ。利用されようが、たった一度だけの打席だろうが、お前はプロ野球選手だった。あのホームランに感動して希望を持てた客だっているんだ、バカ野郎が。あの時の観客。1年前、お前が金を借りに来た時、借用書の名前見て驚いたぜ。まさかこんなとこで再会するなんてよ。ずっと俺の正体知ってたってことですか？ああそうだ。こんなに落ちぶりやがって。まあ容赦なく取り立てができる分気持ちは楽だったけどな。じゃあ、あのホームランボールをマスクの男に渡したのって俺だ。あの男がお前探して俺んとこに来たんだ。なんだか知らねえが、お前に高い金で頼みたいことがあるって聞いてな。お前にその依頼を引き受けさせるために一役買ったってわけだ。だがまさかこんな結末が待ってるとはな。夢にも思わなかったぜ。ああ、嫌だ嫌だ。じゃあ何を、結局みんな俺のこと知ってたってことですか？ちゃんと返せよ。借金とあのボール結構大切にしてたんだ。しくじりました。代わって私が確実に始末します。終わりましたら報告します。真鍋さん、あんたもなのか。お前が敵だったらどうして俺たちに尻尾をつかませるような情報を与えたんだ。尻尾？俺は八百長は確かにあったと言っただけだ。それ以上探るなときつく忠告したはずだぞ。そんなんで俺が止まるとは思ってなかったでしょうに。まあ、ほりゃほうだが。だが俺らは腐っても野球選手。勝負の席合に引き分けはあれせん。ちゃんと勝負の幕を引くしかにゃようだ。なるほど。さすが俺が憧れたバッターは言うことが違いますね。そろそろゲームセットにしようまいか、品田。
わかりやすい人だな。負けるためにわざとやってくるなんてね。どういうことだ。忘れちゃったんすか。真鍋さんはワイバーンズ最強の4番を打ってた人ですよ。前も話したように一流のバッターってのは裏の裏まで読めるような人間のことを言う。真鍋さんは負けるって分かっててこの勝負をしに来た。そうですよね。うるせえわ。焼肉屋の時もそうだった。マナブさん、あんた本当は俺に名古屋組の真相を知ってほしくてこんなやり方をしてるんじゃないですか。教えてください。一体誰なんすか。15年前の事件を仕掛けたのはあなたたちを使ってこんなことをさせている張本人は。その耳で確かめてみろ。声を聞きゃ分かるはずだわ。どうした真鍋、品田の始末は無事に終わったのか。真鍋どうした。おい返事をしろ。真鍋どうしたんだ品田。おい藤田監督だ。そうですか。ええ、その件は了解してます。ええ、もちろん私もこれで全て決着がついたとは思ってませんよ。代替わりしたといっても名古屋を守るのが私の宿命だということに変わりはありませんから。ええ、手は打ってあります。品田はちゃんとこちらで始末します。ええ、私流のやり方でね。では。私だ。ああ、例の特ダネの件なんだが。そうだ、あの
トレードの話だ。無茶言ってるのは分かってる。でもどうにかして勇敢に差し込めないか。頼む。これには俺の野球人としての夢がかかってるんだ。どうした？待て、直接聞こう。例のプレハブ小屋か。すぐにそちらへ向かう。ああ、ちょっと待ってよ。食べんじゃねえぞ。もう何なんだよ。ごめんなさい、許してください。おい、今ど？ああ、ごめん、ちょっと出てて。緊張感のないやつだ、早く来い。遅いぞ。ごめんごめん。時間が欲しい。報告を聞こう。分かった。どこから話せばいいかな。
じゃあ名古屋組というのは極道組織として存在、この土地の自警団的な組織として15年前か。ああ、その名古屋組を動かしてきたのが15年前、俺と同じチーム名古屋ワイバーンズの監督をしていた藤田さんだ。15年前、この町は東西を二分して東条会と近江連合がそれぞれ島を持っていた。それぞれの組の資金源がワイバーンズを中心とした八百長による野球賭博だったってわけだ。つまりお前の球界追放劇の真相は藤田が仕掛けた。東条会、近江連合、両組織の名古屋追放が全ての目的。一方で名古屋組という極道組織があるかのように装い、その名前を利用し極道者の侵入を阻み続けたんだ。まるで。でもまあ、それも昨日で終わりだ。いくら名古屋組が組織化されてても構成員は所詮普通の人たちだ。こうして真相がバレちまえば彼らはもう何もできない。お前を襲った連中はどうなったんだ？今朝全員が出頭したよ。牛島さんとミルクちゃんという俺が一番世話になった人が全員を説得したみたいでね。彼らは彼らで15年間ずっとこうなる日が来るんじゃないかって怯えて暮らしてたのさ。辛いな、お前にとっては。まあね。でもまだ悲しんでられないよ。真相の奥に眠る本当の敵をこの目で見るまではね。どういうことだ？昨日の夜、牛島さんたちに拉致された時にはっきり分かった。彼らは決して殺しに慣れてる人間じゃない。藤田さんの指示で動いていたことは事実だが、この数日間街で起こったような事故を演出できるようには思えないんだ。酒井という男が工事現場で事故死したあの件か？それだけじゃない。実際俺も名古屋組のことを調べ始めてすぐ危険な目にあったし、何日か前の東条会と近江連合の幹部が死んだ事故ってのも当然仕組まれた罠だったんだろう。牛島さんたちがいくら名古屋組の構成員だからといって人を殴ることすら躊躇する彼らがそんな大胆な行動ができるとは俺には思えない。絶対に本職の連中が背後にいるはずだ。謎の組織、名古屋組のさらに背後にいる極道組織があるってことか。なるほど。やはりあの男が関係しているのは間違いなさそうだな。あの男？なんだあんた、藤田さんの背後にいる人間に心当たりでもあるのか？俺が名古屋組を追いかけていたのはその男と名古屋のつながりを明らかにするためだ。だがこれ以上のことは藤田から直接聞くしかないだろう。ご苦労だった。約束の報酬だ。え？もう仕事は終わりだ。俺は東京に戻る。お前はここに残って借金の整理と新しい職探しでもするんだな。ちょっと待ってよ、あんた藤田さんに会うつもりなのか？だったら俺も一緒に行くって。俺もあの人にはいろいろ聞かなきゃならないことがあるんだからさ。ここから先は俺の仕事だ。もう手を引くんだ、達夫。え？達夫って、あんた俺を覚えているか？え？堂島だ。お前と同じカムロ西高にいた。
堂島って、え、まさかあの、あれどこだ、堂島くんといったら1組にいた学年1位の子の名前だった気がするんだけど、確かに俺は1組だったが、そのアルバムには載ってない。なんで？退学になったからな。卒業してないんだ。退学？3年の夏にちょっと揉め事を起こしてな。それで退学。結局引率になっちまった。引率って、え？少年院？カムロ工業の連中とやり合っちまったんだ。カムロ校ってや、甲子園の東東京予選の決勝で当たったあの都内一の悪高校。あ、ちょっと待てよ。それじゃまさか夏の大会の決勝前日にカムロ校相手にたった一人で喧嘩したっていうのは。俺だ。覚えてるよ。あの時カムロ校のヤンキーたちにうちの野球部の連中が決勝戦辞退しろって脅迫されててさ。でも決勝戦の前日になって急にカムロ校のヤンキーたちが全員病院送りになった。おかげで俺らは決勝戦にも無事出て甲子園に行けたんだ。で結局甲子園では1回戦で沢田がいた中京学院で1対2で負けたんだよな。ヒットはお前のホームランのみ。火災の待合室のテレビで観戦したよ。でもまさか君があの時俺らを救ってくれた人だったなんて。でも一体どうしてそんなこと。お前ら野球部が甲子園に出ること、それがあの頃の俺、いやカムロ西高全員にとっての夢だったからだ。夢？ああ、夢ってのは叶える人間がいてこそ思い描ける。まさにあの頃の俺らにとって甲子園出場っていうのは夢だったんだ。それが敵対する高校の手によって壊されようとしていた。だが当時俺にはそれを守る腕力があった。だから俺にとってその夢を守ることは自分の夢を守ることに等しいことだったんだ。わかる気はするけどさ、それで退学して少年院ってさ、君がそこまで犠牲になる必要はなかったんじゃないの？バカな話だと思うかもしれないが、人間ってのは勝手に他人に夢を託す。自分の叶えられなかった夢、思いを乗せその背中を見続ける。そうやって自分の叶えられなかった夢を他人の背中を借りて具現化することで、逆に自分の身の回りで起こる現実を受け入れ生きていくんだ。いつか自分もあの人のように夢を叶えられる日が来るかもしれないと思いながらな。だからなんで。当時の俺には夢がなかったからな。でも夢のなかった俺でも人の夢を応援することくらいはやってみたいと思ったんだ。俺は親の家業を継ぐことが決まっていた。俺にとっては高校を卒業することより俺らの夢を背負って甲子園を目指す奴らを応援することの方が重要だったんだ。俺はあの時甲子園でホームランを打つお前の背中を見ることができたから、今もこうして目を背けたくなるような現実に向き合って生きることができているのかもしれない。タツオ、お前には勝手に感謝してるんだ。堂島くん、ひょっとして今の君の仕事って。東上会六代目会長。まあ今素性を隠して行方をくらませている最中だがな。マジだから、ここから先は俺に任せてくれ。この件、仇のお前がこれ以上深入りするのは危険すぎる。もうお前は十分人に夢を与えてくれた。今度は俺がお前の失った夢を取り戻す番だ。なんだよそれ。全てに型がついたら、
球界に取り合ってお前の永久追放処分を取り消させる。選手としての復帰が無理ならコーチ、監督として復帰できるように掛け合うつもりだ。今はとりあえずその金を使って身の回りを整理しておけ。安心しろ、今の俺は腕力以外の力も持ってる。お前が失った15年俺が巻き戻す。東京に着いたらまた連絡する。それじゃ。結局は同じかよ。どういうつもりだ。15年前と同じだっつってんだよ。ヤクザに振り回されて夢を失って、ヤクザに助けられて夢を取り戻すだ。そんなんじゃ俺の夢は戻ってこねえよ。誰かの権力を使って球界に復帰したって意味ねえんだよ。分かってる。だが現実を見るんだ達夫。このままじゃお前は一生この町でその日暮らしをすることになる。お前は人に夢を見せる側の人間だ。どんな経緯があったにせよお前には球界に戻る資格がある。もっと現実に目を向けろ。過去にこだわってもお前の失った時間は取り戻せない。達夫。勝手に語ってんじゃねえよ。こっちはこの15年素振り5000回、腕立て腹筋1000回、一日たりとも休んじゃいねえんだ。お前、あんたに言われなくても俺は自分の手で取り返す。失ったホームランをこの手でな。力で止めるしかないってことか。死ぬと分かっている場所に行かせるわけにはいかない。極道としてもお前の友人としてもな。俺がそんなにやわな男かどうか確かめてみるんだな。覚悟はいいな達夫。ああ、快点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 
聞くんだ。やるな。どうや、これなら文句ないでしょう。ふん。ああ、俺の負けだよ。よし、それじゃ俺も一緒に東京に。もう止めはしない。好きにしろ。達夫、もう動けるな。ああ、任しといて。なら、今のうちにできる限りの準備をしておくんだ。東京で何が起きるか、わからん。ああ。達夫、もう準備はいいのか。ああ、OK だ。そうか。じゃあ行くぞ。あ、ちょっと待って。行ったそばからなんだよ。悪いんだけど、先に下降りててもらえる？うん？ごめんごめん、お待たせ。もういいんだな。うん、行こう。ちょっとすいませんよ。悪いね、全く手持ちの金なくて。はい、祭り。うん、ああ、いや、いい。マジで？やっぱりさ、登場会の会場になると小銭とか持たないんだね。おい、え？これでも素性を隠して行動してるんだ。頼むぜ。やべ、ヤクザってのも大変なんだな。ん？なんだよこれ。だから大声出すなって。うん。これってあの沢田のことか。俺は
とんでもない勘違いをしていたのかもしれない。何のことだ。道島君は先に東京行って。何。ほらちょっと行かなきゃならない場所があるから。おい。ああごめん。あれ？どこ行きやがったんだあいつ。ボールとお金返します。余ったお金は息子さんと娘さんのプレゼントにしてくださいってよ。俺まだ結婚もしてねえっつの。沢田、お前なら俺がここにいるって分かるんじゃないかと思ってたよ。よく来てくれたな。勇敢を見たよ。まさか球界のエースであるお前が。藤田さんとの約束だったんだ。気づかなかったよ、藤田さんの球界。そうなんだろ。お前、俺がこっちの出身だってことは知ってるよな。ああ、中京学院のエースな。だが人生ってのは不思議なもんだ。東京出身のお前がな、結果お前は全く関係のなかった名古屋のためにその野球、そして俺は誰もが認める気。でもお前はこう、これも全てな。ああそうだ。どうしてだよ、どうしてそこまでして名古屋。今のお前には高校の時の友達に言われたよ。俺やお前はただ野球やってるだけじゃないんだ。このグラウンドに立つ人間は沢田、もう名古屋組は終わりなんだ。これ以上名古屋組を使って誰かを苦しめるような。
やはりお前は。何？名古屋組が終わったなんてこと。俺は最後の仕事をするために。最後の仕事？お前だよ。名古屋組のことを知りすぎたお前を始末する。それが俺に指示された。さ、今朝警察に出頭した人間は全員釈放されたよ。なんだって？品田、この一件はお前が思っている以上に警察すら動かしてしまうような。どういうことなんだよ沢田。それは俺の見張り役の連中。オミ？どうしてオミが？あれが答えさ。藤田さんも俺も、ある組織、オミ連合出身団体。名古屋組はそれまでずっと名古屋を仕切っていたオミ連合の連中を追い出すために黒羽組が中心となって作った組織なんだ。つまり近江連合内の島争いによってできた。近江連合が近江。そして俺も藤田監督も。何だと？品田、俺はな、お前が思っているような天才、あの甲子園だってそうさ。俺は黒羽組の力を借りて優勝したんだ。そんな。本当だ。黒羽、手段を選ばずか。まさか豊戦でカムロコ。そう。まああの時はお前の子。それで俺らとの一回戦だけは道理で俺が気づかなかったわけだ。つまり俺にとっての甲子園とは一回戦だけが実力、純真無垢の天才バッター。結果1回戦で負けたお前はドラフト。逆に俺は高校。どうして黒羽組がそこまでして俺。まさか。そうさ、ギガンツ対ワイバーンズ戦、俺が登板する全ての試合で誰にもバレない、展開の荒などに左右されない完璧な仕掛けの野球賭博を仕掛けるためにな。そもそも野球賭博ってのは八百長を仕掛けるのが難しい。いくら投手を買収したところで相手バッターが、いくらバッターを買収したところで相手のチ。だがワイバーンズのスタメン、完全な八百長がし。そういうことだ。だが完璧な、お前がホームランを打ったあの試合、あの日の黒羽組の指示は0対1でホームの。だが9回裏までギガンツのバッターはいくら相手を勝たせたくても点を取ってくれないことには話。だが露骨なエラーをさせて相手に点を取らせることも。焦った藤田監督は内野経験のないお前をわざと。俺がお前からは打てないと。藤田さんは誰よりも。お、それで監督は。ああ。じゃあ7球目あのストレートはどうして投げた？藤田。違う、あれは監督。なんだと？監督の。ああ、そうだ。あの時俺にストレートを指示したのは他でもない藤田監督。どうして？どういうことなんだ沢田。それは喋りすぎだぞ沢田。お前が打たないなら俺が打つ。まあその時はお前も始末することにはなるがな。
分かってる。名古屋組の連中は、名古屋組が黒羽組に裏で操られていたという真実を知らない。彼らは名古屋という町を守るために藤田監督や俺を信じ指示に従ったに過ぎない。それは信じてやってくれ。そうだ。覚悟はいいな、品田。死なだ。死ねえ。どうして。やはり知っていたのか、ギガンツの際。まあね、相手のサインを研究するのはバッターの基本だからな。さだ、どうして俺を助けるような真似したんだ。ずっと知りたかったんだ、どうしてお前が俺のあのストレートを打てたのかをな。それを直接聞くまでは殺すわけにはいかない、そういうことだ。なるほどね。で、結局お前15年前のホームランはサインを盗んでたのか。さ、その話はお互い生きてたら話すってことでどうよ。それでいい。よし、それじゃ行くぜ。ああ、うわっ！
まとめて片付けましょうかね。生きてるか、シナダ。それじゃあ教えてくれ。どうしてあの時お前はホームランを打てたのか。その前に一つ教えてくれ。どうしてあの時藤田さんはストレートを投げろと指示したんだ。教えてくれ。藤田さんは迷っていたんだ。迷っていた？あの試合の前夜、金栄町のバーで藤田さんと飲んでいた時に聞いたんだ。沢田、俺はこの4年ずっと悩んでいた。お前ほどのピッチャーにこんなことをさせていていいのかって。何言ってるんですか藤田さん。俺らはこうするしかなかったんです。もう迷ったって仕方ない。たとえ明日品田と対戦することになっても、俺は藤田さんの指示に従うだけです。カーブか。確かにあいつは変化球に弱い。なあお前、本当はストレートで勝負したいんじゃないのか。お前にとって品田は永遠のライバルだろう。そんな勝負を犠牲にしてまで。今さら頭取りはできないんです。俺たちに失敗は許されない。それだけです。分かってる。そんなことは分かってる。だがその直後、藤田さんは俺に言ったよ。品田だけは八百長の道具にしたくない。あいつは天才だ。あの才能を汚すくらいなら俺が球界を去りたいってな。なんだと。15年前のあの試合、もしお前がホームランを打たなかったとしても、遅かれ早かれワイバーンズの野球賭博疑惑はリークされていただろう。黒羽組の目的は野球賭博の存在をあえて明るみにして、警察の力を使うことで名古屋を支配していた近江連合と東上会の組織を追い出すことだったんだからな。だから藤田さんは決断したのさ。人生を黒羽組に捧げる代わりに、自分にとって一番大切なものを守ろうってな。
切なもの。大好きだった野球への思い、それを持ち続けられる人間をだよ。藤田さんにとってお前は八百長にどっぷり使ったワイバーンズの選手の中で唯一その思いを託せる人間だったんだ。だからそのライバルである俺に真剣勝負をさせた。藤田さんは大好きだった野球を捨て去る前にその目で見たかったのさ。汚れのない本物の野球ってやつを。そういうことだ。さあ早くこっから出よう。黒羽組の追っ手が来ないとも限らない。お前のホームランの秘密は後でゆっくり聞かせてもらう。篠戸、おい、品田、何やってんだ。邪魔だよ、こいつらがいちゃ。え？急いで片付けよ、グラウンドが汚れる。は？何言ってんだお前。決着をつけよ、俺たちの勝負に。やるのか本当に。ああ、知りたいんだろ、ホームランの秘密。勝負すれば分かるというのか。ああ、分かるさ。お前が15年前よりヘボになってなけりゃな。まさかお前本気で打てると思ってるのか。もちろんだ。来い。すごいじゃん。15年前お前が打ったストレートはこんなもんじゃない。まだ肩慣らしだ。さあ打ってみろ、俺のストレート。ずっとお前が打ちたがっていたストレートだ。どうした、あの時のホームランはまぐれだったのか。あ、早く次投げろ。チこっちの嫉妬は打たないってか。お前何考えてやがる。次だ。いいだろう、次が7球目。15年前と同じ、次の球で終わりだ。
いいだろう。次が7球目。15年前と同じ。次の球で終わりだ。どうしてカーブを投げるって分かったんだ。分かってたんじゃない。待ってたんだ。ありがとうよ。俺は15年間ずっとお前のカーブを待っていたんだ。きっとな。15年って、お前、20年前の甲子園、俺はお前のストレートで三振した。それから4年間、俺はワイ・バーンズの2軍で毎日お前のストレートを打つことだけを考えて練習し続けた。そして15年前のあの試合、俺はお前のストレートを打った。でもカーブは打てなかった。あの試合で藤田さんがもしストレートのサインを出さなかったら、お前がカーブを投げ続けていたら、正直俺は打てなかっただろう。あの日、俺はお前からホームランを打った。自分の力で夢を叶えたと信じていた。でもそれが監督やお前の情けで叶ったものなら、そんなもの嬉しくもなんともない。篠田、真実を教えてくれてありがとう。15年間待った甲斐があったよ。俺もやっとこれで引退できる。ありがとうな、沢田。おかしなもんですな。もっと早くこの決断ができていれば、こんなことにはならなかったのに。告発文です。明日の新聞の一面にこの手記が掲載される予定になってます。もう終わりにしましょう。それが私たちにとって一番だ。
抜けねえ。おい。あ？俺をつけていることは分かっている。やはりお気づきでしたか。さすがです。桐生一馬さんですね。お前はどうして俺をつけていた。ある人からあなたが東京に現れると聞いて待っていました。何？福岡でのご活躍も聞いています。たった一人で青山会長代行の計画を阻止したとか、堂島の竜は健在といったところですか。その口ぶりじゃ森永の手下手下というより自分と彼は杯。つまりお前はと。ええ、キリュウさん、人なんだ。東京に来たということはこの一件。答える必要はない。その様子だとすでに決意は固まる。どういう意味。いや、真島組長が死んでなおいろいろと計画を修正しなければならないところでしたからね。真島はお前たちが殺したのか。さあ、仮にそうだったとしたら、ここでお前を倒し黒幕の居場所を吐かせるだけだ。わかりました。行きます。その決意確かめさせてもらいます。
やはり伝説の極道の名は。お前が口を聞ける程度に手は抜いたぞ。早いとこお前の知って。やっぱりか。あなたもあの人とに。あの人。西島の兄貴のことです。西島だと？どういうことだ。お前西島を知っているのか。あなたなら私たちの計画を止めることができるかもしれない。ご無礼をお許しください。挨拶はいい。わかりました。今森永がやろうとしている計画、少しの間お時間に。ああ、いい。その前に場所をできればな。逃げるつもりじゃ。俺は一度札幌ですから。西島。西島とどういうか。ねえ、今はひとまず場所を買って桐生さんにゲロったことがバレたら。そうだな。そこでなら。わかりました。よ。ごめんなさい、お店まだなのよ。あら、桐生さん。久しぶりだな、ママ。ちょっと内密な話がしたいんだが、場所を貸してもらえないか。そんな水臭いこと言わないで。せっかく久しぶりに来てくれたんですもの。今日は貸し切りってことにしておくわ。すまない。何か飲む？いや、大丈夫だ。そう。じゃあ私は奥にいるから、何かあったら呼んでね。ああ。それじゃあお前の話を聞かせてもらおうか。はい。それじゃあまず、今さら説明するまでもないこと。現在東上会と近江連合は全面抗争。大吾から聞いた。五分の杯を交わしていた近江連合の七代目が。ええ、七代目が亡くなってしまえば東西で戦争が起こるのはほぼ確実。それで東上会は焦って福岡、札幌、名古屋の極道層。名古屋には若頭補佐の安住、札幌には真島さん、
そして大吾は福岡で会長代行となった青山。そうです。当初の計画では堂島会長は、いや、しかし計画は失敗。堂島会長とマダラメを取り逃した青山さんは勝手に計画の、ええ、青山さんは堂島会長がいない隙に登場会。しかし青山さん、それに森永の本当の使命は登場会を奪うことではなかった。むしろその逆、登場会を売る。まさかその相手ってのは。そう、近江連合です。青山、森永は最初、そんな、彼らの目的は二つ。一つは堂島会長に真島さんら現登場会。俺か。ええ、あなたや西島さんといった今組織。理由は一つ、あなたたちを。どうしてそんな周り、殺す必要があるならわざわざ東京に集める必要などないはず。東京じゃなきゃダメなんですよ。近江連合にとって堂島の竜と呼ばれた桐生一馬、それに18人殺しの極道、その二人の首を取ってこそ。つまり近江は俺たち二人を東京で殺すことで。はい、近江の狙いは神室町の島だけじゃ。3万人と言われる登場会の兵隊全てを。そのためには全面戦争を避け、最も効率のいい方法で手に入れる。あなたたちはそのためのキーマンだということです。ということは最上、おそらくは。刑務所から連れ出すところまでは私もご一緒できたんですが。西島とお前の関係は。ええ、一緒に脱獄しました。そういうこと。私は青山、森永と同じ立場、近江の指示に従って動いている人間です。私の役目は西島さんを脱獄させ、真島さんの死を追うように仕向けることでした。結果西島さんは脱獄。計画通りにことは運んでいたんですが。西島にこ、その通りです。だから今こうして。それでこの事件の黒、近江連合と言っても。それを説明するには近江側の事情も説明する必要があるでしょう。跡目争いのことか。そこまで知っていましたか。そうです、七代目の既得が伝えられてからというものは、近江連合内では三つの二次団体による跡目争いが激化していたんです。大阪北を拠点に組内最大の武闘派集団を組織する兵庫に地盤を持ち7代目の信頼も厚かった若頭補佐、高千組組長高千尋氏、そして大阪の南で参拝処理などで巨万の富を築き上げた本家本部長、大阪工業の会長勝谷直樹。その中でも最も跡目に近い人物として見られていたのが若頭の。だが渡瀬はこんな狡猾な絵を描くような男じゃない。それに高志という男も確か名古屋で死んだはず。となると残りは一人。ええ、今回どうした、感慨深そうだな。
ちょっと待っとけて。ずいぶん長い用事やったんやな。悪い悪い、ちょっと組織内でゴタゴタがあってね。まあいわゆるうちわ揉めってやつだ。府警内部でか。まあ長いこと事件追いかけてると途中で青臭いこと言って抜けたがるやつが一人や二人必ず出てくる。その後始末さ。夢がどうだのこうだの、いい大人だっていうのにバカバカしい。俺が逃げ出したらどないするつもりやったんや。まあそん時はそんと。分かっとらんようやな。この町の一度地下に潜ったら最後。カムロ町地下街逃げ水道。お前の逃げそうな。で、警察の代わりに森永を探してもらう。森永を？ああ。福岡での事件後、森永が東京に帰ってきたところまでは府警の方でも足取りをつかんでる。だがその後の消息がわからない。東条会本部には戻ってへんのか？いや、一応会長代行だった青山に手をかけたんだ。今の森永が東条会に戻れるはずもない。そしたら森永はどこに？だからそれを探すのがお前の役目だ。奴がこの町に潜伏しているのは間違いない。だが東条会からも命を狙われる男が潜伏する先といえば地下っちゅうことか。ああ、おそらく森永は地下に潜伏し事件の黒幕に接触する機会を伺ってるはずだ。今警察の人間が地下に潜れば森永が警戒して再びどこかへ姿を隠す可能性もある。だからお前に探ってほしいんだ。知り合いか？今の車に乗っていた男、近江連合の大物だ。近江やと？それにしては仇みたいな身なりしとったな。勝谷直樹45歳、元役者で今は大阪にある大阪芸能という芸能事務所の社長をやってる男だ。だがその裏で現役の近江連合の直参大阪工業の会長という顔も持ってる。容姿端麗で紳士的、世間的には青年実業家として名が知れているがな、今近江連合で最も八代目の座に近いと言われる男だよ。勝也か。どっかで聞いたことあるような名前やな。知ってるのか？いや、せやけどなんで近江の男がカムロ町に？さあな、奴は表の顔がある分自由に各地動くことができる。表の家業の用事なら何の問題もないんだが、一応調べておく必要がありそうだな。どうする？俺は森永と勝也、どっちを追えばええんや？勝也のことは俺が調べ、お前は予定通り森永を追ってくれ。分かった。明日またこちらから連絡する。それじゃ。
そこのお兄さん、財布置いて消えな。今やないんやけど。しません。それあっちだよ。おお。結構高いでしょ。マジかよ。お。お兄さん、悪いけど怒っちゃうよ。相手するしかないが。はいはい。マジ余裕っしょ。やれ。はいはい。て、離せ。もっと遊ぼうぜ。おれ。
マジバレ、勘弁してください。